ウィリアム・ノリスは、アメリカ合衆国出身の軍人。南北戦争中、アメリカ連合国陸軍の将校となり、陸軍信号隊総監及び信号局局長を務めた。しばしば少佐として言及されるが、戦争末期に大佐へと昇進している。1820年、メリーランド州ボルチモア軍に手玉を受ける。1840年、19歳で、 イエール・カレッジを卒業した後、ニューオーリンズに移って弁護士となる。1849年のゴールドラッシュの際には、カリフォルニアに移る。移住後、海軍太平洋戦隊付の法務官に採用される。1851年、チリのバール・パライソへの航海に参加。同年3月13日、元領事の娘、エレン・ライルス・ホブソンとボルチモアにて結婚。 結婚式を終えた後、ノリスは、ボルチモア北西のライスターズタウンにあった、一族所有の邸宅、ブルックランドに移った。1852年、息子のリチャードが生まれる。1858年、プラット通り近くのサウスハワードにあり、当時非常に先進的な企業とみなされていた、ボルチモア機械製パン社の社長に就任。1860年から1861年に、 かけての冬、ボルチモアでは親アメリカ連合国的な市民感情が醸成されつつあった。1861年4月18日及び19日には、いわゆるプラット通りの暴動が起こった。ノリスは公然と連合国を支持しており、南北戦争が勃発すると、家族と共にバージニアへと向かった。ここで彼は、ジョン・マグルーダー将軍付け爆の民間顧問に、志願した。 マグルーダーはノリスに対し、ジェームズ F ・ミリガン大尉の元のオフォークにて、信号通信に関する教育を受けるよう指示し、ミリガンはノリスに、信号通信に関する自らの著書を渡した。1861年7月18日、マグルーダーはノリスに対し、バージニア半島とジェームズ側の向こう側までを結ぶ、信号通信システムを設立する権限を与える。ノリスは、 信号機及び着色したボールを形容する方式を用い、この通信網を作り上げていった。この功績のため、ノリスには陸軍隊員の階級が与えられた。ノリスは信号隊の下部組織だった秘密活動局の指揮官でもあった。秘密活動局は連絡網の監督を担当し、この連絡網を用いて北軍支配地域への工作員の浸透。 リッチモンドの政府要人とカナダや欧州の連絡といった活動が行われた。1865年4月26日、大佐に昇進するとともに、ロバート・オールド大佐の公認として捕虜交換担当委員に任命される。その後1週間も経たないうちにノリスは北軍の捕虜となった。ノリスはリッチモンドにて拘留されたが、最終的に起訴は受けなかった。 1865年6月30日、ノリスはアメリカ合衆国への忠誠を宣言した。戦後は家族と共にライスターズタウン近くのブルックラインで過ごした。彼はチリ軍の顧問となり、信号隊の設立に携わることも検討していた。1866年、リンカーン大統領暗殺事件の共犯者、ジョン・サラットの弁護士にあてて、 さらっといずれの容疑からも解放し、また自らが変わって、証言を行う旨を提案した。1874年、かつて自身が目の当たりにした、USS モニターと CSS バージニアの改善について、サザンマガジン誌に記事を寄せた。1896年12月29日、脳卒中のため死去した。遺体は、ライスターズタウンのオールセインツ墓地に埋葬された。 ありがとうございます。